なんだかここ暑くないかい？ああ、俺も思った。状況が状況です。二人とも我慢しなさい。第一この程度の暑さを。今の声は？聞き覚えがあるぞ。まさか。いや、そんなはずは。シュダルキン！術式で生み出した炎の魔人とシュデルキン自身が一体化してしまっているようです。三十号反逆者、こっちを認識したぞ。ゲーカー、これより所詮神明を落として反逆者どもを殲滅いたします。みんな、来るぞ！愛しの結果、我が活躍を、ぜひ、ぜひ、その麗しの瞳にお見せしましょう！電撃、参ります。防御する。全力を許す。よし、蘇ってきてもとことん厄介な相手だな。ええ、そうですね。ハシリアンは
この炎の魔人を使ってまで私たちを足止めしたということか。真の最高司祭様復活のためには時間稼ぎが必要ということでしょう。しかし一体どうやって。考えている暇はない。先を急ぐぞ。そうだな、走りよ。奴は一体何者なんだ。最上階。ようやく本物のあなたに会えますね、愛しい母上。あなたは僕にとっていかなる時も唯一の希望であり、絶望で、ね、今度こそあなたは。システムコール。コネクトトゥーマテリア。ああ、母上、その恩義はまさに生前と同じく神々しい。この肉体を形成するべく、よりしろにしたいくつもの天命の輝きが満ちているかのようだ。母上、これぞ真なるあなたの肉体。今度こそあなたは完全に復活できる。母上、我が母上。愛は支配、支配こそが私の存在意義。あなたの支配こそが私の望み。システムコール、デプロイ、リソースアブソービングデバイス。あなたのそのお力で全てを取り戻し、今ここに完璧な神として再臨ください。あっ、何が起きたの。また地上とのアドレスが切り離されたのか。むしろこの感覚は。そうか、これはアドミニストレーターの真意だ。完全復活おめでとうございます、我が母上。システムコール、アップデートコネクション。
久しぶりね。私の意識の再構築、ご苦労だったわ。おかげで完璧な状態で蘇ることができた。ありがたきお言葉です、母上。僕の、どうやら開花にうるさい虫がいるようね。片付けた方が良いですか。いいえ、あなたはここにいてちょうだい。なぜです。さあ、まだ少し眠いし、あなたとの懐かしい再会を喜ぶためかもしれないわね。御意、私の愛しい母上。ベクタの迷子かしらね。お名前は何て言うの。どこから来たの。もう安心だ。私たちと一緒に暮らそう。息子が巣立ってからというもの寂しかったのよ。うちの子になってちょうだい。ほら、何か言っておくれ。シンギュラーユニットディテクティド、 ID トレーシング、コーディネートフィクスト、リポートコンプリート。まさかこんなユニットが存在するとは意外だったわ。はあ、言葉すら教えられていない。だから禁忌目録を知らず権限を上げられたというわけね。大丈夫よ、怖いものはもう何もないわ。あなたはここにいていいの。でも名前がないと不便ね。私が名付けてあげる。あなたはアドミニストレーター。久しぶりね、イレギュラーの坊よ。それにその顔忘れないわ。オルティナノスケの一族のものね。最高司祭様、私を知っておられるのですか。母上、なぜこの者の顔を覚えているのです。オルティナノスの血は濃いから、外見の遺伝情報がほとんど同一のものとして引き継がれるの。時折不純物が混じることがあったとしても、そう簡単に濃い血が薄れることはないわ。相変わらずあなたらしいお言葉だ。そうかしら。今の私は人の記憶によって形成されている。この言葉はお前の中の私が言ったものかもしれないわよ。ええ、そうですね。それにしてもイレギュラーの坊や、
再びまみえることになろうとは思わなかったけど、一体私に何の用かしら。あんたが蘇りまた同じことをしようというなら、俺のやることは変わらない。私もあなたが婿の民を苦しめるというならば、再び剣を向けることになります。予想通り、あなたたちならそう言うと思っていたわ。お前たちを母上には指一本触れさせはしない。私がお相手いたしましょう。そして欠陥品のオルティナノス、あなたを今度こそ完璧に壊して差し上げます。徹底的に苦しめて揺らくを味わってから。望むところだ。私も貴様が再び立ちはだかるというのならば容赦はしない。メディナ、行くぞ。ああ、よろしく頼む。血の共演を始めましょう。ジェネレートルミナスエレメント、はい、行こうか。ジェネレートルミナスエレメント、ディスチャージ。ジェネレートルミナスエレメント、ディスチャージ。今がチャンスだ。任せろ。任せろ。